ます、プロデューサー。今日も颯爽と行きましょう。プロデューサーさん、おはようございます。それじゃあ発表しちゃいますね。今月も行ってらっしゃい。行ってきます。よし、いい日にするぞ。はい、ついに来ましたよ、プロデューサー。ランクアップライブ、僕の熱唱&トランペットを見せる日が。部活のみんなの期待に応えるべく、トランペット回しはマスターしました。しびれるほどかっこいいって。でもお嬢様っぽくクラシックしたいっていう方向からどんどん外れてて、今日のステージで軌道修正を。Love and dream.
しくて I love you 何度も言った言葉を流星のように熱湯降り注ぐSee you.
来てくれてありがとう。僕、知らず知らずのうちに成長してたみたいで、音がよく見えるんです。これまでなんとなく聞いてた音にいろんな意味があるように感じられて、これは…ああ、それで納得いきました。吹奏楽は僕のステップアップに必要なものだったんですね。